がある。お、来てくれてありがとうございます。マチピさん、おハートありがとうございます。マスターさん、こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます。かいちゃんさん、こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます。埼玉山田さん、こんばんは。お、こんばんは。かとしんさん、こんばんは。こんばんは、見に来てくれてありがとうございます。ショートさん、無視。お、ショートさん、こんにちは。かいちゃんさん、今日も可愛いな。お、やっぱありがとうございます。ペロペロペロってさ、椎茸乗ってるやん。椎茸じゃないよ、なんか椎茸じゃなくて、これはベレー帽ですね。ベレー帽ですよ。そう、椎茸、確かにちょっとね、キノコっぽいかも。これも茶色いしね。マツピーさん、今日はベレー帽かい。そうなんです、今日はベレー帽です。ベレー帽かぶってみました。そう、なんかもうちょっと髪の毛巻いた方が良かったかなって、公開中。シキレットさん、こんばんは。こんばんは。ショータさん、天井部屋にお帰り。そうなんです、天井部屋です。そう、天井ね。でもやっぱり、ね、これが晴れるからそれがいいですね。のび太ちゃんさん、今日は天井が低い日。そうです、今日はね、天井が低い日です。ルナッツさん、お、来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。大子さん、やっぱむしろの。お、ありがとうございます。嬉しい嬉しい。とてもさ、むし、こんばんは。お、こんばんは、見に来てくれてありがとうございます。かたしんさん、かわいいよ。やった、ありがとうございます。やったね。ゆきもさ、今日ね、推しがめっちゃボケてドドドしてて可愛かった。お、いいですね。 おどおどしてるの可愛いですよね。シゲルさん、これが噂の天井です。そうです、これが噂の天井です。これが、ここが天井なんです。ちょっとギリギリ見えないのかな。ニックネーム考え中さん、こんばんは。帽子かわいい。お、ありがとうございます、ありがとうございます。ゾウさん、初見です。お、見に来てくれてありがとうございます。64番、ムッシーです。ムッシーって呼んでください。高校3年生の18歳です。よろしくお願いします。AKB 三昧さん、今日も来た。秒で仕事戻るけど。あ、そうなんだ。そうなんですね、来てくれてありがとうございます。お仕事頑張ってください。頑張って、大変だな、こんな遅くまで。ゾウさん、ベレー帽かわいい。やった、ありがとうございます。たかしさん、コックボンさん、お、こんばんは。こんばんは、見に来てくれてありがとうございます。ね、おめぐらさん、もし帽子、そうです、今日は帽子むしです。今日のファッションポイントは、そうですね、やっぱりね、やっぱりこの帽子かな。そう、なんとなく全体的に茶色っぽくしてみたの。どう、森にいそうじゃないですか、ちょっと。ミキさん、ミキさんもさ、ベレーかわいいな。お、やった、ありがとうございます、ありがとうございます。メグラさん、文学少女感がすごいかわいい。え、本当ですか、やった、ありがとうございます。文学少女っぽいですか。本読んでそう。メガネかけたらよかったかな。エゴテツさん、ムシお疲れ様。お、ありがとうございます、見に来てくれてありがとうございます。エゴテツさんもお疲れ様です。ポテモンさん、今日もおしゃれさん。やった、ありがとうございます、嬉しいな。今朝、ムッシーさん、お疲れ様です。仕事すぐ終わらせて帰って、ムッシーさんの配信見ると、お、ありがとうございます。 FK さんもありがとうございます、お疲れ様です。ハメさん、こんばんは。こんばんは。クマタイマさん、こんばんは。ぷよさんも、こんばんは、見に来てくれてありがとうございます。ゆきもさん、今日朝雨降ってたのはムッシーのパワーってことで、ゆき、そうかもしれないですね、私のパワーかも、ごめんね。たかしさん、頑張ってね。お、ありがとうございます、頑張ります、ありがとうございます。くまざえもんさん、ミレかわいいね。やった、ありがとうございます。ゆっけんさん、かわいすぎるムッシーさんを見て元気出ました。今日も最高にかわいい。やった、ありがとうございます。大好きって言ってもらっちゃった。やった、ありがとうございます。なかなかさん、なかなかななさん、ムッシーこんばんは。今日のムッシーガーリーだな。そうなんです、今日はね、ガーリーな感じですよ。
翔太さん、森にいたら持って帰る、似合ってて可愛い。本当ですか、やった。森にいそうな感じをイメージしてみた。お、エゴテツさん、ハートたくさんありがとうございます。ありがとうございます。カイちゃんさん、清潔感の塊やん。本当ですか、やった、嬉しいですね。なかなかななさん、今日はすぐ出かけなきゃならない。あー、そうなんだ。じゃあすぐいなくなっちゃうのかな。そうなんですね、遊びかな。仕事じゃないといいけどね。ポテモンさん、メガネかけると名探偵っぽくなるよ。確かに確かに、ホームズみたいになっちゃうかな。テロップがムッシーレフになってる。ほんとだ、ちょっと待って直そう。編集ムッシーです、デスレです。 OK、 よし、直しました。よし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 、天井配信だから上半身にポイントを持ってくる。おしゃれ上級者だな。ペロペロペロさん、そうですね、そうそう、まあ、考えてなかったけど、そんなことは。まあそうですね、確かに確かに。上級者で、もう直した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 。ポテモンさん、下スカートも、そうなんです、これがね、ジャンパースカートみたいになってるんですよ。ワンピースみたいな感じです。お、FKさん、スノードームありがとうございます。ありがとうございます。翔太さん、ハートたくさんありがとうございます。ありがとうございます。ハメさん、お疲れ様です。お疲れ様です。おー、たくさんハートありがとうございます。翔太さん、部長さん、こんばんは。こんばんは、見に来てくれてありがとうございます。 SK 風カレーモットさん、お仕事より期間今来た即無視。おー、お疲れ様です、来てくれてありがとうございます。エゴテツさん、本日のお母さんは、本日のお母さんもあちらで、あちらの部屋でね、見てくれてます。ふふ。ムードスターさん、その格好ってことはまた絵描くのかい。そうね、今日もね、紙を持ってるんだけど、今日はね、私のクイズでもしようかなと思って、みんなの知らないそうなことをちょっと一回言ってみよう、いっぱい言っていこうかなと思ってます。絵描いてもいいけどね、時間余ったら絵描こうかな。なかなかならさん、遊びじゃないよ、お仕事の飲み。お仕事の飲みか、そうなんだ、じゃあ大変だ、頑張ってください頑張ってください。ヒロキングさん、こんばんは、昨日からフォローしてます。おー、こんばんは、来てくれてありがとうございます。そしてフォローありがとうございます。やったー。ポテモンさん、楽しみです。そうそう、なんかちょっとそろそろね、そう、皆さんの知らないことをね、教えて行こうかなって。そう、でも多分ね、楽しみです。お、やった、虫クイズ。そうですね、エゴテさん、おハートありがとうございます。ペラペラペラさん、クイズに全問正解して、え、多分ね、めっちゃ難しいと思いますよ。そう、難しいと思う。多分ね、多分。ごめんなさい、イエーイ、クイズ大好き、イエーイイエーイ、やったー。おめでさん、ハートありがとうございます。こんばんはに、アナゴさん、こんばんはに、こんばんはに。ラーメンおじさん、こんにちは、ベレー帽可愛すぎて惚れそう。お、やった、ありがとうございます。やったやった。ゆきもさ、クイズ全問したら何かある、何がいいですか、クイズ全問正解したら。でもね、多分すっごく難しいと思いますよ。のび太ジャイアンさん、ムーシーのことたくさん覚えなきゃ。そうですね、覚えてくださいね。ラーメンおじさん、ムッシー先生、楽しみにしてます。おー、やったやった。おじょこいたさん、こんばんは、今来た、お、来てくれてありがとうございます。来てくれてありがとうございます。海さん、スマホ前髪綺麗すぎ、本当ですか、やった、ありがとうございます。今日はここに秘密兵器のブラシーがいるのでね。そう、ちょっと前までシュッシュってやってました。ポテモンさん、ムッシーの知らないことを知れるなんて。そうですよ、多分たくさん知る。そうですね、超超マニアックな細かいことをね、言っていこうかなと思ってます。かいちゃんさん、イケメンオタクの友達がメンバーにモテるから嫉妬してる、ムッシー癒して。そうなの、そんなことあるの。そんなそんな嫉妬しないで。私は好きだから。
ね。SKF ウォットさん、ベレー帽似合いすぎやろ。やったーやったー、ありがとうございます。おじゃこいたさん、今日はクイズ大会。そうです、クイズ大会しようと思います。でもね、どうやってやったらいいのか分かんなくて、やっぱ選択肢出した方がいいですか。ごてつさん、ごてつさん、お花、お花ありがとうございます、ありがとうございます。ひろっぱさん、こんばんは、来たよ。ベレー帽、ベレー帽です。そう、ベレー帽です。そう、キノコみたいでしょ。ありがとうございます。でもさ、全問正解したらムッシーと星できる権利。星ってなんだ、お話。そうだね、おじゃこいたさん、全部で何問。そう、まだね考えてないんですけど、ペロペロペロさん、自由回答だとコム拾うの大変よね。そうだね、確かに確かに。じゃあ分かった、デートか。ポテモンさん、デートね、デートか、デートか、デートか、なるほどね。何にしようかな。じゃあいきますよ。じゃあ問題を書こうかな、早速。そう、じゃあ私の小学校の頃の委員会、小校の時の新さん、全問正解したら名前の前ゼリフいいですね。そうしようか、じゃあそうしようかな、頑張ろう。消化道弁当さん、こんばんは。でもさ、すっごいさ、選択問題だったらすごいさ、めっちゃ多くなりません？全問正解の人どうしよう、全員に言えるかな。三択問題とかだったらめっちゃ多くなっちゃうね、全問正解する人。多くならないかな。消化道弁当さん、こんばんは、こんばんは、見に来てくれてありがとうございます。そう、きよよさん、全員が全正解って言うと思う。あ、そっか、確かにね、確かに。じゃあ分かった、じゃあ最初の方は簡単な問題でいこう。は、早押し。長男も、長男も入れようね、長男も入れよう。よし、決めた。小学校の頃の委員会は、ちょっと待ってくださいね。ブラコさん、こんちくわ、こんちくわ。すがせまるさん、むしちゃん、こんにちは。おー、こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんばんはだね、こんばんはだった。すがせまるさん、今日は画伯っぽい服装。今日も画伯、今日は画伯っぽいかな。クラムーズさん、保健員かな。お、向こうおじさん、おでんじ弁、おでんじ弁じゃないですね。そうだそうだそうだ。で、で、その選択肢をしようと思ったの。投票しますね、投票、投票しますよ。はい、じゃあいきます。問題、ででん。小学校の時の委員会は、私の委員会何でしょうか。1、美化委員、2、図書委員、3、放送委員です。いきますよ、投票開始。ちちちちちちち、最強の学校事情は難しいかも。そんなことないかな、普通かな、なんだろうな。ちちちちちちち、そう、かいちゃんさ、村子が嫉妬するくらいのイケメンオタクです。そんな、そうなんだ、そういう、そんなこともあるんですね。メンバーが好きになっちゃうの。自分がしたことあるやつに言えた。なるほどね、なるほど、なるほど。さ、さ、さ、ヒント、ヒント。でも3択でヒント言ったら分かっちゃいません？
ヒントはね、なんだろうか、私の特徴を生かした感じかな。ちちち、お、ち、綺麗だね、ありがとうございます。ち、どうだろうか、もう OK かな。じゃあもう一回締め切り、あと3秒で締め切りますね。いきます、3、2、1、はい、 OK、 終了します。よいしょ、お、すごい、3が一番多い、3が一番多いですね。 46.2%、 2が 34.6%、 1が 19.2%、 半分ぐらいの人が3に入れたのかな。よし、じゃあいきますよ。正解はててん、3の放送委員でした。イエーイ。そう、私はね、そう、声がね高いからね、そう、お昼の、すがしまるさん声が高くて、いや、そうだね、本当ですか、やったね。村子さん、体育委員かと思った。体育委員ないし、選択肢に、選択肢にないですからねそう、お昼の放送とかしてました。なんか、そう、なんかね、そうですね、皆さんこんにちは、これからお昼の放送を始めますとか言ってやってました。そうなんですよ、お昼ご飯を放送室で食べるのがすごく楽しかったですね。ポテモンさん、その格好に惑わされた。なんだろう、文学少女って言ってたから、図書院かな、図書院にしましたじゃあ今1ポイント、1もう当たった人は1ポイントですね。そう、でもね、わかんないんだよね、これ誰が正解したかとかわかんないですよね声大好き、やった、ありがとうございます。ラーメンおじさん、燃えすぎてお弁当食べれなくなるの本当ですか。そう、なんかね、給食を不保存して食べるのが本当に楽しかったんですよ。そう、楽しかったんですよね。 GTO さん、ウインクしてね、1ポイントですよ、1ポイント、皆さん元気取れました。お、エゴテツさん、ハート、ハートじゃなかった、お花ありがとうございます、お花ありがとうございます。マッシュさん、今から、あ、そうですね、アナウンスですね、アナウンスしたいな。おちょこいてさ、頭さそうなのとスインかと思った。そうですか、本当ですか。そう、放送委員なんですよね、放送委員楽しかったです。でもね、休み時間が潰れるんですよ、放送委員は。そう、なんか休み時間の終わる、そう、あと5分で休憩が終わりますみたいな放送もしなきゃいけなかったんで。そう、でもさ、誰が正解したかわからないので、みんなのために萌えゼリフして、どうしよっかな、どうしよっかな、萌えゼリフ、萌えゼリフ何があるかな、萌えゼリフどうしよっかな、どうしよっかな、ちょっと待って、ごてつさん、お花ありがとうございます。でもダメだよ、ダメだよ、そんな間違った人に、私のこと知らないじゃん、全然、もっと知ってね、もっと知って、もっと知ってくれないと萌えゼリフ言わないダメだよ、やっぱ。なかなか、ななさん、お、ぬいぐるみありがとうございます。わーい、萌えゼリフ聞ける、萌えゼリフ。そう、でもだってダメだよ、だって全然知らないじゃん、知らないじゃんとか言う、分かってないもん、まだ私のこと。そう、もうちょっと、もうちょっと分かってからだな、萌えゼリフは。なかなか、ななさん当たったー、イエーイ。コーラちゃんさん、こんばんは、こんばんは。佐々木さん、64番さんの毛穴聞いてみたいですね、ハート、ハート。そうですね、やってみたいな、アナウンス。母さん、萌えゼリフいいやつ持ってきてください、ペロペロペロってさ。そうだね、でもさ、とりあえず大好き、大好き、大好き。でもダメ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 だよやめたじゃないさ、言わない、そう、言わないよ、言わない、言わない、言わないよ大丈夫さ、
すでに今手が遊ばれてる。あれあれ。そうですね。りょうさん、はじめまして。お、はじめまして。見に来てくれてありがとうございます。64番、ムッシーです。18歳の高校3年生です。よろしくお願いします。ムッシーのこと知りたい。そうだよ、ムッシーのこと、ちょっともうちょっと知ってからだな。今の言い方、可愛かった。お、ありがとうございます。ルテチさん、お、お花ありがとうございます。お花ありがとうございます。もっとダメって言って欲しくなった。本当に。そうだな。そう、でもだって今まだ1問目なのに、だって半分の人しか会ってないんだもん。ダメだな。アクシーさん、ムシ、おー、アクシーさん来てくれてありがとうございます。ここにいる人、ムシのこと好きな人、お、やったね、やったね。いやな、いや、せいにちょね、そう、ちょっとね、いや、そう。てりやさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。もてあそばれて喜ぶオタクたち。そういうこと覚えてきた。そう、そうだね。そう、ちょっとやっぱせっかくクイズだからね。そうですね。ペロペロペロちゃん、てってれって、ブシアデベロップした、言わないの魔法を覚えた。イエーイ。てれれってってれ。ムシさん、ムシ帰ってきてよ。お帰りなさい、お帰りなさい。ナビタジャイアンさん、買い物しててクイズ聞かずに適当にさ、はい、それはダメだね。それはちょっとそんなの正解したのうちに入らないね。入らんよ、ダメダメダメ。翔太さん、ムシ成長したに、おー、やった、ありがとうございます。やったね、成長した。でもさ、やだっていうのもある意味燃える。本当に。怒られて喜んでるし。アクシーさん、メッシー疲れた、 お疲れ様です。今日もお仕事お疲れ様。そう、今日月曜日だからね、一番疲れるよ、疲れますよね、月曜日。じゃあ次、じゃあちょっと次は第2問。そうですね、第2問いきますね。第2問何にしようかな。じゃあ、でもなんか知ってること言ってもしょうがないから、じゃあ、じゃあ行きますよ。お、ハートたくさんありがとうございます。エコテツさん、ありがとうございます。ムシのすべてに向いてる。お、やった、ありがとうございます。来たよ。お、カチカチさん、ありがとうございます。帽子も服もかわやくしさん、やった、ありがとうございます。よしよしよし、行きます、行きますよ。じゃじゃん。今までしてきた習い事の数は何個でしょうか。よし、行きますよ。投票開始。わかります、わかるかな、わかるかな、わかるかな。マロさん、素敵なニット帽だね。お、ありがとうございます。やったやったやった。3つは飛ばすんだ。そう、3つ飛ばしたの。3つは飛ばしてみた。すがせまるさん、今は愛知県に住んでます。そうです、今は愛知県に住んでます。今は愛知県に。ラーメンおじさん、なぜカラスが並んでないのか。そう、なんか並んでたらつまんないかなと思って。遊び心。
よしもう止まってきたかな。そうそう、ちょっとね、数え、そうそうですね。はい、よし、じゃあいきますよ。じゃあもう投票入りかな。じゃあ3秒、あと3秒ね。3、2、1、はい、終了。はい、終了しました。お、なんと1番が多いね。1番が 54.1%、 で2番が 3番が 30.3% で2番が 15.6% ですね。よし、なるほどなるほど。それでは正解を発表します。正解は3番の5つでした。そうでね、これね、作ってから思ったけどね、私3番に正解を持ってくるのが好きなのかな。そう、おじょこいたさん、バレエとソロバンと水泳と習字と料理、え、すごくね、惜しいですよ、いい線いってます。じゃあね、そう、3番のね、内訳をね、言っていこうね。と、よいしょ、と3番5つなんですけど、まず1つ目はまあバレエですね。バレエと、あとは2つ目がピアノです。2つ目がピアノですね。ピアノです。そして3つ目がソロバンです。ソロバン習ってました、私。で4つ目が習字です。習字習ってた。習字少ししか習ってないんだけど。で5つ目が幼稚園かなんかの頃、幼稚園の頃から小学校低学年まで英会話習ってました。英会話、その5つです。イエーイ。そう、でもね、その英会話の習い事はちょっとあんまり生きてないですね。英語はあんまり得意じゃないかな。テリーヤさん、てん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 、こんにちは。当たった、イエーイ。お嬢様、お嬢様じゃないんですよ、じゃないですよ、全然。めっちゃ英才教育と思うんだけど、そう、実はね、あんまりね、そう、そのね、英語はあんまり生きてないから。そう、でも聞き取るのは得意です。習ってたからかな。そう、でも全然ね、難しいですよね、英語って。ポテモンさん、俺もソロバンやってた。いいですよね、ソロバン。パチ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 ってパチパチパチやってましたよ、ソロバン。楽しかったな、ソロバンは。少し前さん、これは SK 生きてほしい。おう、やった、ありがとうございます。ペロペロペロってさん、ハロー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 。カイちゃんさん、今のところ全問正解かな。全問正解だよね、多分。全問不正解ではないよね。よし、いい感じですね。アクシさん、今の時代もソロバン習う。そう、ソロバン習いますよ、習います、習ってた。幼稚園はノーカウント。ノーカウントなの？そんな。ケイヤさん、一番長く続いたのはバレエですね。バレエは10年やってました。10年。カモミルさん、ピアノ今でも続けてるの？今でもやってない。今やってないです。今は何にも習い事やってないんですよ。ラムさん、英会話思い出したから3番が5番という。そうですね、まあそういうことですよね。そうなんです。あ、そういえば英会話やってたなと思ったから、そう、5にしたの。そう、そういうことです。正解だな。絵会話、え、習ってない。絵とかね、習いたかったの。楽しそうですよね。おじさん、習い方が身になってない。まあそういうこともあるよね。待って、外れた僕に叱って。ダメだな、全然まだまだだな。まだまだ無心マスターには程遠い。ごてつさん、ハート、大ハート、ありがとうございます、ありがとうございます。すがしまるさん、英語で自己紹介プリーズ。 Hello, my name is Mushi, I like chocolate. よし。
ダメだな、全然ちょっと身になってない。じゃ書いてた、そろばんなんだ、そろばん何なんだったかな、忘れちゃった、もうすっかり忘れちゃった。やべえ、じゃあ小学校の頃そろばんより暗算の方がええって言えた。暗算ね、暗算いいですよね、暗算ができるようになりたかったんですけどね。私マクジさん、俺何にもやってないよ、部活だけど、部活いいじゃないですか、私部活やってないんですよ。そう、部活をね、別に中学の時も強制じゃなかったからやらなかったの。俺何にもやってないよ。あ、それ読んだ、書いてた、不正解です、ごめんなさい、不正解かよ、不正解かよ、マジか。高瀬丸さん、バレーできる子は SK 有利ですよ、本当ですか、やったやった、頑張ります。ラムさん、星ポイント、星ポイント、何ポイント、2ポイントかな、2ポイントだと信じてますよ。 SK バレーとあと3つくらいと思ったのだが、そうですね、バレーとあと4つやってました。よし、あやむのとくりさん、10年続けるのすごい、本当ですか、やった、のび太先生さん、2問目外した、2問目外したの、翔太さん、ムッシーマスターなりて、ムッシーマスター、ちょっと皆さん全然ダメじゃないですか、ちょっとちょっとちょっと。ペロペロペロジさん、絵を習っていなかったことは昨日のおでんとチャンピオンベルトで知ってた、マジか。バレてた、バレてたか、君、おうおうおう、カモミールさん、目指せムッシーキング、頑張って頑張ってください。ごてつさん、ムッシーマスターへのご褒美は何がいい、名前なんだっけ、名前呼んで萌え台詞だっけ、それやろうかな。ごてつさん、おう、ごてつハートさん、ありがとうございます。アクシスさん、部活は上下関係厳しいですよ、そうですよね、そうやって聞きます、でもなんか部活をやってたら後輩と仲良くなったみたいなのもありますよね。佐藤さん、今日もよろしくお願いします、お、よろしくお願いします、今日も来てくれてありがとうございます。ラーメンおじさん、次は血液型をクイズにしましょう、だって書いてあるじゃん、書いてあるじゃん、ずるずるじゃん。すがじまるさん、あかりんやくせさんもバレー経験貸してた、あ、そうですよね、バレーやってる方確かに多いかも。翔太さん、ムッシーの出身地クイズにしてください。もうちょっとそんなね、皆さん、お、お花ありがとうございます、エゴテツさんありがとうございます、マチピーさんもハートありがとうございます。じゃあ次は、じゃあサービス問題にしようか、よし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 よっこらしょーっと、よし、じゃあじゃあいいよ、血液型ね、血液型、はい、血液型は血液っていう漢字間違えたし、血液型は、よしよし、いきますよ、よし、よし、じゃあよし、じゃあ行くよ、サービス問題。カンニングしたらダメだよ、行くよ行くよ、行きますよ行きますよ行きますよ、じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん、血液型は何でしょうか、 1A、 2B、3は AB です、はい、どれだ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 。そう、どれだどれだ、ないと思ったら投票しないでね。ないと思ったら投票しないでね、ダメだよ、投票したらダメだよ。
ないと思ったら投票しないでくださいね。え、なんかさ、投票してる人いることない？ちょっとなんかボール見えるくないですか？あ、なんか結構投票してない？投票してない？ちょっとあれあれあれ、よし、終わりでいいですか？終わりでいいかな？じゃあ行きますよ。3、2、1、はい終了、はい終了。あ結構投票してる方がいらっしゃいますね。ダメだな、ダメですね。そう、投票した人はまだまだです。投票した人はまだまだですね。正解は大型です。ここにも書いてあるよ、書いてあるけど大型です。そう、正解はありませんでした。投げた人はまだまだ私のこと全然知らないっていうことが分かりましたね。もう結構ここにね残ってるからね、ボール見えてますよ。そう、ああ見えてますからね、ここのボール。そう、ちょっとおこだよ。あ、ちょっと意地悪、そう意地悪ね、意地悪した。ちょっとね、だって書いてある問題出してとか言うのも、さすがにこれは分かったけど、これから知っていくので大丈夫。そうですね、皆さん、そう、これから知ってってください。大型ですよ、血液型は大型です。お、ありがとうございます、ありがとうございます。あなた初日と同じ子ですか？同じ子ですよ。そう、ちょっとね楽しくなってきちゃった。自己中の B 型とか言われてる。自己中じゃない。コウさん B 型にしか見えへん、本当にどうして？アナゴさん前職投げといた。前職ダメですよ、投げちゃダメだから。これは投げたらダメな問題でした。よし、じゃあ次行こう。そう、この人たちが出ないまにとる。すみません、 B 型だよ多分。 B 型じゃないですよ。すごいですね、酔ってないです全然。そう、なんかね、ちょっと昨日の配信からちょっと楽しくなっちゃって。ラーメンおじさん、次は誕生日にしましょう。誕生日も書いてあるしね、書いてあるしね。どうしよっかな。じゃあ普通に出そう、普通に問題出そう。そう、今でもさ、皆さん今のところどんな感じです？ちゃんと全部正解できてますか？全部正解できてますか？よし、じゃあ次は何にしよっかな。おじょこいたさん、初日から見てる人にサービス問題いいですね。じゃあそういう感じ、あ、分かった、じゃあそうしようっと。よし、じゃあちょっと、じゃあすっごい簡単なのにするよ。クイズ途中から参加できないから、どんなクイズだったんだろうな。そうですね、今はね、習い事とかやったかな。よし、あ、ダメだ、また同じことをした。よいしょ、できた。ショールームズハイになってる、なってるかもしれないです。体重はやらないですよ、体重はやらない。よし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 、次のクイズはオーディション番号かな。そんな簡単なら出せない。よし、じゃあ超簡単だよ。よし、いきます、いきますよ。じゃん、
私の好きな色は何でしょう。1番ピンク、2番水色、3番白。よしよしよし、これはサービス問題だよね。私結構配信で言ったし。体重はあまり、初日体重公表してないです。私体重公表したことない、公表したことないですよ。お、ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。おてつさんありがとうございます。コマさん、ピンク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 。いや、これは投げますよ。投げ、くしくもボールの色が、そうそうですね、確かに確かに確かに。よし、おいしけよ。に色問題とか寂しすぎる。本当ですか。よしよしよし、 OK かな。じゃあ、あと3、あと3秒ですよ。いきますよ、3、2、1。はい、終了。よしよし、これはさすがですね。 77.8% の方が正解です。正解は2番の水色でした。そう、何回も言ってる。そう、私は結構言ってますね。でもね、 11% の人がね、両方とも答えてるね。 22% の人は不正解ってことですね。イメージで、そう、 22% の方が不正解ですね。残念。すごいですね、 70% の人がちゃんと答え知ってた。そこでテレフォン使っていいですか。テレフォン使っちゃダメです。こんなのテレフォン使うような問題じゃないですよ。イメージで、イメージ。押しサイリウムのフル準備しておかなきゃ。そうそうですね、サイリウムね、決めれたら水色使いたいな。簡単だね、簡単ですね。これ投げますよ、投げてますね。皆さん、よかった、3択に正解があってよかったです。よかったよかった、ちゃんとした問題になってきました。そう、キウさん怒られるぞ。そう、怒るよ。 22% の方は怒ってます。怒ってます、怒ってるよ、怒ってます。さてもさん、やった、さっきの2ポイントで全問正解。さっきの2ポイントで全問正解、どうして。どういうこと。はい、全問正解です。お、やったやった、全問正解かな。当たった。お、当たってますね。よかったよかった。佐藤さん、6月13日、そう、誕生日ですね、私の誕生日、誕生日。エコテスさん、ムーシーのことなら任せて。さすがさすが、あー、ベレー帽正義。お、ありがとうございます。そうですね、ベレー帽。ムーシーを、そう、ムーシーを目指して頑張ってください。ムーシーを、無視用に俺はなる。そうそう、俺はなる、俺はなる、頑張りましょう。一見さん、怒られたい。よし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 、無視、次は性別を問題に、性別を問題には、それはちょっと良くない、良くないですよ。簡単すぎる、見てわかるから。エゴテツさん、ハート、ハートありがとうございます。キヨさん、最終問題10ポイントで、10ポイント、最終問題分かった。じゃあ最終問題10ポイント、いいですよ。この問題が当たったら、ムシマスター認定ですか。ムシマスター認定じゃないです。全然認定じゃない、全然認定じゃないですね。こんなん、こんなんダメですよ。ペロペロペロちゃん、習い事問題で狙いすぎて、私と僕は勉強して出回ってきます。そうですね、そうそうだね。そう、でも、もう覚えたでしょ、もう覚えたなら、そうそうですね、覚えといてくださいね。あー、今来たではなれない。今からでも、そう、今からでも少しずつ覚えていってください。コマさん、かわいい。46、46、64。ウドスターさん、今度歩行をね、足や、そうですね、歩行しないといけないかもしれない。佐藤さん、赤、赤じゃない。出た、おじゃこいたさん、出た、ツンデレ、
ツンデレツンデレツンデレできてます。すがせまるさん、 SKE の推しメンは誰なの？ SKE さんの推しメンは小畑さんです。小畑さんが好きです。翔太さん厳しい。お厳しいんですよ、たまに厳しいですね。ちょっとさ47欲しい。ポテモンさん、今ツンツン後で出るよ。そうですね、後で出るよ。よし、お母さんから無視、本人も分かんない問題を希望。やだそんなの。エッケさん、とりあえず途中から参加したけど全問正解してたことにします。今言ったからもうバレた。バレちゃった。飲みたいじゃんよさん、ツンデレ最高。お、やった、ありがとうございます。じゃあ次はね、何にしよっかな。じゃあ、何にしよっかな。ゆきさん、後で出れるよ。じゃあそうですね、じゃあ次は何にしよっかな。でもなんかあんまり知らない感じのがいいですよね。会長さん、お母さんが投票してたら強いな。確かにお母さんは全問正解してくれてるはずですね。エゴテツさん、明日から推しがバンコクに行くのでブッシー三昧を。やった私三昧でも。そうですね、コマさん、心から魔法の光線出ないし。出ないですよ。そこいったさ、さつまいも問題。よし、じゃあさつまいも、好きなさつまいも料理な。作ったけどどれも好きで決められないかもしれない答えが。ちょっと待って、いや、そうだな、これだな。よし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 、あ、みんなが虫にハマってる。本当ですか、やった。おー、ラベおじさん、ハートたくさんありがとうございます。お母さんに秘密にしてることを謝らなきゃいけないこととか、やだ、それだってお母さん配信見てるもん。おほんとありがとうございます。ポテモさん、絵描きクイズもいいですね。バンコク、そうエゴテツさんですもんね、だって。こうやってペロペロペロってベロ棒ってこうやってかぶるのか、ベレー帽合ってるのかわかんないんですよね。ちょっとね、かぶり方がね合ってるかわかんないんですけど。よし、じゃあ行きます。さつまいも料理いきますよ。じゃん、私の好きなさつまいも料理は何でしょうか。よし、投票スタート。よし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 、あれ、こいつさ、鬼まんじゅう、あ、鬼まんじゅう選択肢に入れようと思ったけど忘れちゃった。ゆっけんさん、やばいな、ムッシーさんの配信今日もめっちゃ楽しい、好きすぎる。おー、やった、ありがとうございます。やったすがせまるさん、マイペースな虫に釘付け。本当にそう、マイペースかもしれない。マイペースって言われること多いかもしれないです。コマさん、コメントしやすい。コメントしやすい配信、本当ですか、よかったよかった。これはむずい、むずいですか、難しいですかね。わかるかな。そうなんですよね、これね、実は全部正解なんだけど、その中でも強いて言うならこれみたいなのがある。強いて言うならこれかなみたいなのがあります。全部好きなんですけどね。いきなり団子って何、いきなり団子ってなんだろう。コマさん、焼き芋やんか。
な。よし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 、ペロペロペロッティさん、いきなり団子は九州じゃないと知らない可能性。ヘコテツさん、最初の配信見てれば大丈夫と思います。どう思う、どう思う。それも私ね、さつまいも全部好きだから。そうなんですよね、そうなんですよね、そうなんですよね。よし、じゃあ投票終了、いきますよ。あと3秒ね、いくよ、せーの、3、2、1、はい、終了。あ、やっぱりそうなるよね、そうなるよね、そうなるよね。焼き芋が1位だよね、そうなるよね。だって焼き芋好きって言ったもんね。そうなんですよ、焼き芋好きなんですよ。でもね、これすっごいね、意地悪で申し訳ないんですけど、私ね、一番本当は一番好きなのはスイートポテトなんですよ。そう、難しかったですね、これは。これは全部難しかったです。ちょっとすごい難しかったですね。ちょっと失敗したな。そう、もう本当は全部、本当は全部だけど、まあ、すっごい強いて言うならスイートポテトが好きですね。スイートポテト、セブンイレブンのスイートポテトはよく買います。A だよね、そう、 A だよね、 A だよね、だよね、だよね、ごめんなさい、そうだよね、そう思った、そう思ったよ、そう思ったよ。無視嫌いだわって言われちゃった。嫌い嫌い、ごめんなさい、ごめん、嫌いにならないでください。そうそうそう、そう、なんかこれ作ってから、本当に問題作ってから、そう、そう、問題を作ってからちょっとね、そう、なんかこれはちょっと全部正解だと思って、そう、すごい悩みました。そう、怒ってる怒ってる、ごめんね、ごめんなさい、嫌いにならないで、嫌いにならないでください。シンシンさん、あれだけ焼き芋って言ってたよ。そうなんですよね、そう、焼き芋好きなんだけど、焼き芋好きなんだけど、まあでもどちらか、どれが一番好きって言われたらスイートポテトが一番好きなんですね、実は。ひどいひどい、ごめんなさい、ごめんね、ごめんね、ごめんね。涙が、ごめんごめんごめん。よし、ケンさん、全部簡単やと、これから、これからムシさんを知っていく楽しみがなくなっていくので、これぐらいがちょうどいい。本当ですか、ごめんね、ごめんね。そう、ちょっとね、意地悪な問題だなって思いました。最初から見ている人には不利な問題だったかな。そう、まあでも意外な一面ってことにしといてください、ごめんなさい。ゆきまさん、全問正解、え、全問正解、え、今んとこですか、え、すごい、それはすごいですね。ちょっと甘党だと思ってたから、あやまなつくさん、甘党だと思ってたからスイートポテトにしたよ。お、やった、すごいですね、いいですね、いいですね。スイートポテトの酢の字もなんて書いてある、酢の字も聞いてない、そう、言ってない、言ってなかった、ごめんなさい。池江さん、池江さん、優しい、ありがとうございます。この手のひらで転がす出てる感じ好き、ありがとうございます。エゴテツさん、ハートハートハート、ありがとうございます。罪悪感からすごい出る。そう、期待してください。すいません、ごめんね、ごめんね。そう、ちょっとね、やっちゃったなって思いました、ごめんなさい。フルフルフルってさ、レベルアップ必殺だぞと、とお会いする。いやー、もうついね、ちょっとね、大ハートありがとうございます。ハートたくさんありがとうございます。ポテモンさん、スイートポテモン、そう、スイートポテモン、確かにね、スイートポテモン可愛い、そう、確かにね、スイートポテト好きって言ってなかったの。そう、ごめんなさい、ちょっと、ちょっと一旦お茶飲みます。よし、そうだ、じゃあ行こう。よし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 、はい、じゃあ次の問題いきます。気を取り直して、皆さんちゃんと正解できてるのかな。ちょっと今の難しかったよね。今、
い、この前のテストの点数は。やだ、そんなの言わないですよ。え、今朝大好きなあなたと食べたいなーしてくれる？照れちゃうけど、萌え台詞？大好きなあなたと食べたいなあーしてくれる？照れちゃうけど。もうこれ言う時点で照れちゃうし。おじこいでさん、ここの情報、ジュニアインのばかり。そうですね、果たしてどこまで成功する、正解する、全問正解を目指しましょう。全問正解、もう、ま、間違いないように。前情報と違うのは難しい。そうだよね、そうですよね、そう思いました。よしよし、じゃあ次の問題いきますよ。よし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 、オッケーです。古江ごえちゃんで光栄で配信してたのが遠い昔の間、ペロペロペロちゃん、確かにそうなんですよね。最初ね、だいぶ私も慣れてきましたね。あ、じゃあ書いてさ、もうすぐ1時間。そうなんですよ、早いんですよね、超早いの。じゃあ行きます。ドミノジャイアンさん、すでに1問不正解やから。なるほど、そう、ふけんさん、そうですね、でももう 今から間違えないようにしましょう。ふけんさん、皆さんも最初見れて、なんかこれってご褒美あるんですか？そう、なんかね、そう、名前を入れて萌え台詞ってやろうとしたんだけど、そう、でもなんかね、誰がね正解してるかも私にはわからないんですよね。自己申告制になっちゃうの。そう、そしたらちょっともうわかんないよね、言ったもん勝ちみたいな感じだよね。山本さん、ヤッホー、山本くん、ヤッホー、お、ヤッホー見に来てくれてありがとうございます。よし、じゃあ行きますよ、次の問題です。てれん、私が今飲んでいる飲み物は何でしょう。1、ウーロン茶。2、麦茶。3、緑茶。アクシさん、無視、ちょっとラジオでラジオ聞くか。お、いってらっしゃい、いってらっしゃい、いってらっしゃい。よし、投票開始スタート。一見さん、マジか、全問正解してます。だってさっき間違えたとか言ってなかったっけ。全問正解してる。知らんがな、知らんがなって言わないで、知らんくないですよ。当ててください。私が今飲んでるものですね。そう、私正解は紅茶じゃないです。ちゃんとあります、ちゃんとこの中にありますよ、ちゃんとこの中にあります、ありますよ、ありますよ、あります。この中に今回はちゃんとある、そんな意地悪はしてないです。そう、私のお家ではお茶、お茶といえばこれみたいな感じなんですよね。翔太はもちろん。ケイさん、全部リタじゃなくて、そう、ちょっと私がね、最初さ、ちょっと選択肢にない問題出しちゃったから、みんなみんな。そうですね。小技いもさ、正解、ラロイさん、正解者には飲みかけのお茶プレゼントしないし、しないですよ。本当にあるよ、本当、本当にある、今回は本当にあります、本当にあるよ、ちゃんとある、そんな引っ掛けてないですよ。ペロペロペロチさん、ココアイスでココアとジンジャーエール飲んだこと、お、すごい、よく見てる、よく見てますね、飲んだことあります。まさかタピオカミルクティーだったりしないですよね。ないよそんな。皆さん、緑茶、麦茶、ウーロン茶、全部やんけ、全部やんけ、ポテモンさん、それは全部だ、本当にあるのか、本当にあります、本当にあります。そう、みんな疑心暗鬼だよ。お母さん、本当ですか、本当ですよ、本当です、この中にありますよ。後ろに書いてない、後ろにも書いてないですね。はい、そうですね、私のお家のお茶はこれですみたいな感じです。よし、もういいかな、みんないいですかね、いいですかね、いきますよ、3、2、1、はい、終了、はい、終了しました。お、お、割れてますね。1位が2番の、2番麦茶で 35.9%、 3番の緑茶が 34%、 1番のウーロン茶が 29.7%、 約 30% かな。結構いい勝負ですね。
いい勝負だ。よし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 、いきますよ。正解を発表します。正解はでで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 2番の麦茶でした。そう、ひけんさん、今の季節麦茶はない気がするって言ってるけど、あるんですね。それが私のお家はいつも麦茶です。365日ずっと麦茶です。イエーイそうなんです。そう、綺麗に割れましたよね。プルプルプルさん、綺麗に割れました。そう、1番と2番のブレンドじゃないですよ。ジャスミン茶でもないですよ。秋茶でもないですよはい、間違えた、はい、間違えた間違えました。翔太さん、本当に当たった、本当に当たりましたよ。キュウさん、びっくりしてる。おじこいさん、夏の残り物の麦茶じゃないな夏の残り物じゃないです。私のお家は一年中ずっと麦茶です。私は麦茶が好きですそうですね、白かな、白かなって言われたいきまちゃん、そう、一緒ですか。一緒ですよ。あれあれ、マジか、あー、正解しました。嘘だ嘘だ、だって違うの、だってそれはなさそうとか言ってたし、言ってたし、見てるもんね、ちゃんと。埼玉マザイさん、正解です。お、やった、よかったですね、やったやった。カンフィルさん、エブリデイ麦茶、そうです、エブリデイ麦茶です、エブリデイ麦茶です。私のお茶エブリデイ麦茶。エゴテツさん、お母さん本当ですか。エゴテツさん、ちょっと私の発言信用してなくないですか須賀瀬さん、ミネラル麦茶、そう、それです、ミネラル麦茶、ミネラル麦茶です。あれが好きです、美味しいです。池本さん、ここまで全問正解。そう、おー、すごい、本当にすごいですね、それはすごい。おじこいたさん、当たった、お、おめでとうございます。ホテモさん、ホット麦茶、うん、冷たい麦茶です。そう、佐藤さん、ミネラル麦茶です、それですね。よし、アイアムノットクールさん、これは分からんかったかな まさか正解すると思わなかった。本当ですか、正解しました、よかったです、おめでとうございます。のび太ちゃんよさん、ラムさん、泡の出る麦茶、泡出ないやつですよ、泡出ないですよ麦茶は甘いからな、そうですね、飲みやすいですね一番。エゴテスさん、両親の確認しなくて、しないでよ、だって言ってるじゃん、そうやってヒロポンさん、やった、正解した、おー、おめでとうございます。麦茶って夏に砂糖入れたら甘い、ペルペルさん、麦茶に砂糖入れるんだ、へえ、そんなのあるんですね。キウイさん、麦茶に砂糖入れないで、砂糖入れない、入れないです、スケーフから大和だからな、そうですね、大和なんですよ。ヤケさん、一年中夏のように快晴な、そう、そうですね、そうですね、そう、そうです、そうですお茶こいでさん、自分はロイヤルミルクティーを飲んでます。いいなぁ、ミルクティーいいですね。でも外すわけない、小声。お、ワシさん、だるまさん、ありがとうございます。だるまさん、ありがとうございます。すがせまるさん、正解が信用されないクイズってどういう、本当にね、それですよね、ちょっとね、意地悪しちゃったからね自業自得ですよね佐藤、麦茶に炭酸入れ、そうなんだ、そうなんだ、知らなかった、本当に。お、ワッシュさん、だるまさん、ありがとうございます。いきます、あと何問、あと何問にしよう、あと何問にしようかな。その最後ね、すごいね、そう、山本くんさん、なんで俺だけ読まれてないんだ、まあいいけど、本当に読んでなかったですが、ごめんなさい。そう、アイコンが白いから見逃しちゃったのかもしれない。カトシンさん、おー、ハートありがとうございます、ありがとうございます。エゴテスさんもハートありがとうございます、ありがとうございます。エケさん、まだまだムッシーさんのこと知らなすぎるので、刑務所で、刑務所行っても修行、刑務所行ってもわからないから、私の配信を見てください、お願いしますお、部長さん、包んでるやつありがとうございます。エゴテスさん、ハートありがとうございます。シュウチョウさん、遅れまして、こんばんにゃ、こんばんにゃ、見に来てくれてありがとうございます。エゴテスさん、ハートありがとうございます。マーバさんも、だるまありがとうございます、それもありがとうございます。七つさん、むしーちゃん、こんばんは。七つさん、こんばんは、来てくれてありがとうございます。ハトシンさん、ハートありがとうございます、ありがとうございます。ねやさん、こんばんは、おー、こんばんは、来てくれてありがとうございます。おー、カトシンさん、ハートたくさんありがとうございます。マシーさん、何問やったっけ、そう、何問やったかな、ちょっと待ってね、1、2、3、4、5、今6問
りました。しゅうちゃんさん、今日も可愛すぎてよね。ローありがとうございます、やっぱ嬉しいです。ポテモンさん、ジャンピングクイズ10ポイント、お、ありがとうございます。よ、ありがとうございます、ありがとうございます。マンバさん、もうマンバさん、ナルマさん、ありがとうございます。ラムさん、花束ありがとうございます。ゆうきさん、チャオス、チャオス、来てくれてありがとうございます。部長さん、無視ごめんね。あ、ジュリナさんの生誕、いいですね、いいな、いいな、いいですね。ゆうきさん、ディスられた、もう一緒ありがとうございます、ありがとうございます。ナナジさん、帽子かわいいね、お、ありがとうございます、ありがとうございます。ラーメンおじさん、ムッシーさん、初見です、初見です、初見、本当に初見ですか、本当に初見、本当に初見かな。ラーメンおじさん、え、初見、違う人かな。でももう2000人だから自己紹介しとこ。9期生のオーディションに行けてる64番のムッシーって言います。ムッシーって呼んでください。高校3年生の18歳です。初めてのオーディションなので緊張してますが、楽しく配信していきたいと思います。見に来てくれてありがとうございます。応援よろしくお願いします、お願いします。よいしょ、 OK かな。翔太さん、同じくムッシーさん一つして、おー、よかった、ありがとうございます。じゃあこいでさん、正解率 50%、 50%、 なるほど、まあまあまあ、半分、半分か、半分、埼玉県さん、埼玉県、また正解率 33%、 それは低すぎそれは低すぎよしよし、じゃあ4分の6、ああ、なるほど、なるほどね、まあ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 、エゴテスさん、この可愛さの裏が小悪魔の牛ありがとうございます。シューチューさん、クイズ正解、あ、そっか、参加してないんですもんね。じゃあこれから行きましょう、これから参加していきましょう。さだなみさん、激化の光線がいると聞いてきました、忘れちゃう、ありがとうございます、ありがとうございます。すがせ、あ、部長さん、お、タコさん、ありがとうございます。すがせまるさん、ムシ先生、お、ムシ先生だって、やった。かいちゃんさん、今日は新米、え、本当ですか。なんかやっぱ髪型とか帽子とかするといろいろ似てる方変わりますよね。あ、今朝ムッシー世界で一番可愛いよ、お、ありがとうございます、ありがとうございますポテモンさん、どうも、はじめまして、スイートポテモンですスイートポテモンさん、ポテモンね、スイートポテトが好きだからね、スイートポテト、いいですね、ポテトとポケモンだもんね。ラーメンおじさん、ごめんなさい、間違えました、ごめんなさい、間違え、だよね、だよね、だよね翔太さん、初見です、嘘だ、嘘だ、それは嘘知ってるし集長さん、はい、はいよし、やった、やった、そうですね、正解していきます。佐々木さん、見る目ありますね、天使の優秀さん、お、ありがとうございます、そんな、そんな、ありがとうございます。次のクイズ何かな、次のクイズね、そう、どうしよう、ちょっと待ってね。キュウヤさん、16位に泣くも、おお、本当ですか、やった、ありがとうございます。1問しか間違えてないけど、問題聞かずに投票したやつあるからな、そうだよね、それはちょっとずるだよねシューチャーさん、ムッシーを見たらお顔もっと気にならなくなります、本当ですか、やった、ありがとうございます。ゆきみちゃん、いや、ムッシーやほいです、やほいでちゅう、やほいでちゅう。で、もちゃんさん、ベレー帽よく似合ってるよ、さすがおでん画伯、ほんと、おでん画伯、おでん画伯かよ菅島さん、この部屋で一番可愛いよ、わありがとうございます。でもポケモンは関係ありません、え、そうなんだ、関係ないんだ、じゃあ私が勝手に間違えてるだけなんだな君ちゃん、あ、部長さん、よし、ハロラン、ハロラン、ハロランラーメンおじさん、ラーメンおじさん、お、ぬいぐるみさん、ありがとうございます。マチピーさん、自分も初見です、それも嘘だな、嘘だな。シュシュさん、次は一気に10ムッシーポイントでお願いします。でも10ムッシーポイントにするなら、それはちょっと、じゃあそれはちょっとね、あ、分かった、じゃあ、じゃあ、よしよし、じゃあそれにしよう、いいですよ、10ムッシーポイントね。
ゃあこれはね、最初から見てる人のサービス問題にしましょうね。よし、行きますよ。よし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 、ママさんのなんだろう。おい、ごてつさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。ごてつさん、この流れは初見ですって言わなきゃなのかな。初見じゃないじゃん、だって分かってるもん。よいしょ、よし、ちょっと待ってくださいね。どこまで読んだかな。はじめまして、よろしくお願いします。ごてつさん、はじめましてじゃないですね。えっけんさん、今日の服装も本当に可愛いし、あらたび可愛いし、おー、ありがとうございます。やった、ありがとうございます。なみーさん、なみウェーブさん、ベレー帽です。そうです、ベレー帽です。ゆきみちゃん、むしー、何してるの。そうですね、今ね、クイズをね、書いてたの。クイズ、じゃあ、いきますね。じゃあ、多分ね、これはね、最初から見てた人にはわかるかな。じゃじゃん。なんで私が皆さんにさつまいもいじり、さつまいも、さつまいもって言われるか。1番、さつまいもが大好きだから。2番、さつまいもを食べながら配信をしたから。3番、さつまいもを飛ばしたことがあるから。さあ、どれでしょう。投票スタート。イエイイエイ。ショートさん、認知されててよかったです。認知してますよ、してますよ。シュウチョウさん、チャンスや、チャンスですよ。加藤さん、大学芋食べて、大学芋食べてるんですか。いいな、いいな。エッケンさん、ジュームシーダック司会参加させてくれる件とか、私が渡せるのかな、そんなこと。エコテツさん、お、ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。お母さんの名前は言ってないな。お茶子です。お母さんの名前は公表してないですよ。お、エコテツさん、ハートたくさんありがとうございます。エッケンさん、ママさんのなんだろう。シュウチョさん、シカシカはよう、ありがとうございます。君じゃないのに気になるでしょう、気になりますか。ヤコテツさん、おー、ハートありがとうございます。たくさんありがとうございます。ペロペロペロッチさん、くせ毛と言ってるけどサラサラヘアに見えるな。ほんとです、これね、めっちゃね、伸ばしてるんですよ。エッケンさん、シュウチョウさん、ほんとそうですよね。ありがとうございます、ありがとうございます。ヤコテツさん、お父さんの靴のサイズの問題。お父さんの靴のサイズは私もわからないかも。ホテモンさん、横顔向き、ありがとうございます。ベレボー買いすぎる、ありがとうございます。さなみさん、この優しい喋り方、ほぼさんにもいいです。おー、本当ですか？ありがとうございます。アルクさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、見に来てくれてありがとうございます。ペルペルプルチさん、じゃあ、初見です。嘘だ。それは嘘。カイチャさん、ムッシーは俺の次に可愛いよ。嘘です。ごめんなさい。急にどうした？キューチャーさん、そうなんですよね。可愛すぎて残響手につかないです。ありがとうございます。ありがとうございます。コメントがね、全然追えない。とても早くのまま死に会いたい。おー、ありがとうございます。ペロペロペロさん、いい問題です、いい問題ですよ。おちょこいたさん、簡単簡単。しゅうちょさん、難しいの、難しいの。え、ゆきさん、おー、これ見たことない。そうですよ、みんなここで知ってくださいね。よし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 、いきますよ。はい、じゃあ投票終了しますよ。3、2、1、はい、終了。はい、終了。はい、すごいですね、皆さん、さすがですね。3番が 78.9%、 2番が 12.9% で、1番が 8.2% ということで、正解は3番です。3番のさつまいもを飛ばしたことがあるからでした。そう、なんかそうそう、なんか、そうですね、両、そうなんですよね、あの調理実習みたいな時に、学校のさつまいもを切ろうとしたら、すごいわって飛んでったこと、なんかガンって包丁入れた瞬間にポンってと、あの、そう、なんか飛んじゃったことがあって、そう、それをすごくね、友達に未だにいじられてるっていう話から、私はさつまいもいじりを
されるようになりました。そうなんですよね。実はゆきせいこれ3番なんですか。そうなんです。やばいでしょ。ラムさん、さつまいも飛ばす人なんていないやろ。3にしたけど、3にしたけどってことは分かってるんじゃん、分かってるんじゃん。まだ、あ、もさ、確か動画撮られた、動画撮られた。そう、なんかね、これは多分ね動画撮られてないと思うんだけど、そう、なんかでも牛乳こぼしたりとかしてるのは動画撮られてます。そう。部長さん、4はないですよ。ラムちゃん、自分も伸ばしてほしい、自分も伸ばしてほしい。ごめんなさい、なんか落としてたかな。みーさん、チョコチップついてますよ。これはほくろです、これはほくろです。ラビタジャイアンさん、やばい、最初の配信見てない、覚えてください。そうそう、ぜひこのエピソードはね、そう、最初の配信でこのエピソードを話したので、なんかさつまいもみたいな、無視イコールさつまいもみたいな、すごいいじりをされるようになりました。最初の配信かな、2回目の配信かな。ごめんなさい、さつまいも飛んでるの見たことないしな。そうなんですよね。確かに確かに。おちょこいたさん、初心です、初心です、初心です、初心、初心、初心、診察されてるのかな。そう、でも初見じゃないけどね。おちょこいたさんはいつもいる。かいちゃんさん、ムッシーが可愛すぎて頭がいかれそう。ナイスか、ありがとうございます、ありがとうございます。えきさ、これは黒歴史ではないんだ。だから、あの、黒歴史ではないですよ。もうね、もうちょっと振り切っていこうと思いました。ジャイアン、のび太ジャイアンさん、飛ばしってなりそう。飛ばしちゃったんですよ。そう、なんかね、飛んじゃったの。そう、あえてじゃないけどね。マツピーさん、おハートありがとうございます。ありがとうございます。え、けいさん、イライラしてないですよ。全然イライラしてなかった。ポテモンさん、8割正解。おお、やった。正式フカレオートさん、イエーイイエーイイエーイ。すがせまるさん、どういう状況。なんかね、調理実習でちょっとね、さつまいもが思ったより硬くてね、力加減をミスって飛んじゃったっていう話ですね。しゅうちゅうさん、さつまいもが逃げ出してて、そうなんですよね、逃げ出しちゃったんですよね。おちょこいたさん、包丁飛ばすよりいい。確かに包丁飛ばしたら危ないですもんね。ペルペルペルさん、フライングポテト、フライングポテト。フライング、こっちの方ね。ゆみさん、危ない、そう、危ないですよね。ゆみちゃん、なんじゃそりゃ。そうなんですよ。ゆきまさん、全問正解嬉しすぎる。え、すごい、すごいですね。それはすごい持ってますね。しんしんさん、芋娘。そうなんです、芋娘ですね。芋ガール、芋ガール。エゴテツさん、芋ガールですね。そう、すがせまるさん、公演中はさつまいも振りますね、こうやって。ポテモンさん、純ムッシー獲得。そうです、これ純ムッシーですよ、純ムッシー。そう。ラーメンおじさん、動画の公開待ってます。動画の公開はちょっとそれは良くないんじゃないかな。かいちゃんさん、ムッシーが飛ばしたさつまいもをキャッチするイベントやって。そんなイベントいいのかな。でもちょっと楽しそうかもしれない。のび太ジャイアンさん、最初の配信見れて、なんか知れてよかったかな。おー、よかったです、よかったです、ありがとうございます。ゆきさん、牛乳もよくこぼしますね。天然なのか、なんかね、そう、こぼしちゃったんですよね。そう、なんかタルト食べるときに、なんかお皿からすごいピーって飛ばしたのも動画で撮られてますね。ポテモンさん、やはり僕とムッシーは運命の人だ。本当に。シュウチュさん、推し祭はさつまいもですね。ちょっとそれはやだな、それはちょっとダサくない。今朝さつまいも公園とかコンサートで飛ばしてほしいですね。飛ばすの。部長さん、2回目の配信終了間際に他の子の星集めして見かけたから一目惚れしたから。あー、そういうことか、そういうことですね。覚えていってください、ぜひ。ありがとうございます。シュウチュさん、振り切っても可愛い感じします。おー、やった、ありがとうございます。ペルペルペル、星の上がさつまいもの、そう、そうですね、そう、さつまいもの生きが良かったんです。かいちゃんさん、まだ2問しか正解してねえよ。それはダメダメだ、全然ダメダメ。部長さん、お、包んでるやつ、包んでるやつ、ありがとうございます、ありがとうございます。ヨレツさん、生誕の T シャツのデザインはさつまいもとちくわぶ、いいですね、いいですね。でもなんかもうちょっと可愛いのがいいかもしれない。シュウチュさん、さつまいも切るときは呼んでくださいね。そうだね、呼びますね。そうですね、頼もう。
佐藤さん4さつまいも回したことがある。ないですね。おちょこいとさん、おしさいはさつまいもから、さつまいもからだから黄色と紫とかそんな感じかな。ゆきもちゃん持ってるんじゃないよ、無心のこと知ってるだけだよ。あ、そういうことか、なるほどね、私のこと知ってたんだ、さすが。サイリーマン、水色と紫いいですね、水色と紫いいですね。で、くせなくすぎる、絶対合格してしまう。お、ありがとうございます、頑張ります頑張ります。ひけいさん、これで今後もしクイズ番組があっても正解できそう。そうですね、正解してください、ちゃんと覚えといてくださいね、お願いしますよ。動画撮られてるってことは友達、そうそうなんですよね、なんかね、ど友達ね、ちょっとね、よくないよね、そういうの。そういうのよくないね、私が多分そうやってやるって思ってるんだよね。かいちゃんさん、牛乳を笑って鼻から出したの友達、それを恥ずかしい、その動画は恥ずかしいですね。それよりはマシ。ムッシー、サザンサムッシーの2回繰り返して言うとか本当に可愛い。本当ですか、ってか2回繰り返して言ってたかな、言ってた言ってたかな。ムイさん、黄色と紫、そう黄色と紫だったら完全にさつまいもですよね。お、エガデスさん、ハートありがとうございます、ハートありがとうございます、やったやった。ナビタジャイアさん、よく動画撮られてるイメージ、そうなんですよね、動画撮られちゃうんですよね、動画撮られちゃうの。そう、動画ね、すぐ撮られちゃうんですよね。なんでだろう、なんで動画撮るんだろうね。よしよしよし。あ、じゃあこれでさ、水、あ、そうですよ、なんか2色だって SKE さんだと大体埋まってるんですよね、多分。すがせません、特技は鼻から牛乳出します、無視です、出さない、鼻からは出さないですよ。それとさ、畑でさつまいもの収穫すると、あ、でもなんか芋掘りみたいなのは小学校の頃にしたことあります。ゆけさん、むしさん、学校でも可愛がられそうでいいな。本当ですか。やった、ありがとうございます。タカさん、可愛いな、お、ありがとうございます。じゃあさ、友達にむし見せたら SKE の川崎、本当にそんな、そんな、ありがとうございます、ありがとうございます。やった、嬉しいな、皆さんそうやって見せてくれたりしてるんですね、ありがとうございます。宗長さん、おしさい4色まで頑張って持ちますよ。お、4色までか、なるほどね、よいしょ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 。よしくんさん、初見です、お、初見、お、ですね、そう、自己紹介しますね。病気性オーディションに申し込んでる、応募している64番のムッシーです、ムッシーって呼んでください。高校3年生の18歳です。神奈川県出身で今は愛知に住んでいます。初めてのオーディションなので緊張しているんですけど、そう、なんかこんな感じで楽しくワイワイやっていきたいなと思うので応援よろしくお願いします。見に来てくれてありがとうございます、ありがとうございます。4色ね、厳しそうだけどな。かいちゃんさん、鼻から出すのは俺だよ、そうですね、鼻から出すのはかいちゃんさんだ。えっ、けいさん、動画撮るのはムッシーさんが世界一かわいいから。本当ですか、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、やった。えっ、けいさん、4本はつらいです、3本までにして、あ、3本ならいけるのかな、どうなんだろう。でも振り回したりするんですか、皆さん、ただ大変なのかな。ポテモンさん、ムッシーの部屋は楽しい、お、ありがとうございます、やったー、嬉しいです、ありがとうございます。埼玉山田さん、いい感じいい感じ、やったよかったよかった。おちょこいたさん、握手会で鼻から牛乳出していいですか、ダメ。それはダメです。狙って出すんですか、狙って牛乳って出せるのかな、鼻から。ショッタさん、ムッシーの配信は癒される、本当ですか、よかったです、ありがとうございます。シンシンさん、日本希望、日本がいいですよね、多分日本が一番ね、楽ですよね。シュッチさん、しかしムッシーの綺麗な瞳を本物に見てほしい、本当ですか、ありがとうございます、ありがとうございます。菅瀬丸さん、ラジオ出てもすぐわかる声だね、お、
よかった。そうですね、声でも高いからね、わかるかもしれないですね。さなみさん、こんな子が今まで一般の高校生をやっていたのか、あいちゃん、そうです。お、ありがとうございます。そう、一般の高校生でした。ごてしさん、水色三本で大場さんに対抗しましょう。あ、いいですね、水色だけでいきますか。いいですね、それもありですね。そう、クイズやろうかな、クイズクイズ。何にしよっかな。よしよしよし。じゃあ、よし。よし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 。お、エゴテツさん、ハートたくさんありがとうございます。ありがとうございます。2色で水色だとほとんど埋まってるから先輩とバトルしなきゃ。そうですよね、部長さん。ブッシー、あの2色が好きなの。水色が好きなんですよね。水色が好き、すごく水色。でもあと他には何が好きかな。白とかも好きだけど、でも水色がいいな。おみたじゃやさん、2色で水色。そうなんですね。しゅうちょさん、愛知県にはこんな素敵な方超レア。本当ですか、ありがとうございます。すがせまるさん、3本はできたら。そうですよね、きついもんね、きついですよね。ほじこいじさん、あと34分ぐらい。早いですね、早い早い。ペラペラペラってさ、3本だと女子は厳しいんだよね。確かに厳しいですよね。おー、いがてつさん、ハート本当にたくさんありがとうございます。ありがとうございます。今朝この回は特徴的だからすぐ気づけそうです。確かに気づけそう、ありがとうございます。天使の歌声の神の、ありがとうございます、ありがとうございます。しゅうちょさん、スキーさんとおっさん大変なんですね。そうですよね、すごいね、すごい、やっぱすごい、さすがですよね。しゅうちょさん、3本おじさんにも。あー、そうか、辛いですよね。3本だったらどうやって持つんだろう、わかんない。おじゃこいちさん、今の推しは3本。おー、そうなんだ。SKEフーボットさん、3本推せねえ。なるほど、なるほど、2本がいいですね。さなみさん、最初の配信をする前は緊張しました。緊張しました、めっちゃ緊張しました。そう、すごいね、最初の配信見てた方わかると思うんですけど、本当にめっちゃ声震えてたんですよね。白と水色ならなんとかなりますよ。なりますか、なるかな。でも3本でムシを見れるなら3本でも。おー、すごい、FKさんありがとうございます。エゴチさん、さつまいも1本でいこう。さつまいも見えないじゃないですか、暗いところで。白田さん、ムシのためなら何本でも。おー、ありがとうございます。え、アッシーさん、水色1本一応空いてる、空いてるんですかね、どうなんだろうか。ムシのためなら何本でも、ありがとうございます。FKさん、おー、ありがとうございます。クマさん、たくさんありがとうございます。ラムさん、3本を両手で持つとだけですよ。あ、そっか、うちわが持てないとかあるんですね。ごてんさん、さつまいもとちくわぶ見れないし、見れないですよ、そんなの。ポテモンさん、いつも楽しいけど終わると寂しくなる。そうですね、寂しいですよね。私も寂しい、終わるのなんか早いんですよね、いつも終わるの。しゅうちょさん、さつまいもなら100本ぐらいは用意できますよ。え、すごい、すごいですね。さつまいもお家で育ててるのかな。ポテモンさん、楽しい配信はあっという間。そう、そうですね、本当にあっという間。いっそ、推し再さつまいも。そうですよね。じゃこいったさん、白水色ののちゃん。ああ、そっかそっか。ブラブルさん、水色みなる。ああ、そっか、いっぱいあるのか、埋まってるんですね、だいぶ。アクシスさん、ただいま、お、おかえりなさい、おかえりなさい。
ラジオ聞いてたんですよね。ペラペラペラってさ、天井配信のいいところは画面が近いとこ。そうなんですよ、逆に遠くに行けないんですけど。菅島さん、さつまいもカラーって言って困るやつ。確かにさつまいもカラーって言ったら何ってなりますよね。蒸し入れでさつまいも配りますか。さつまいも配るの焼き芋、焼き芋配る感じかな。好きゆかれボットさん、オレンジ1本空いてる。あ、オレンジも別に好きだけどな。ミナルは水色匂いから水色1本なら空いてるかも。あ、なるほどなるほど、水色1本なら空いてるんですね。のび太ジャイアンさん、え、こてつさん、大場さんに水色やめるように言っておきます。え、そんなそんなラムさん、食べ物キャラだとみんな挫折するから気をつけて。え、挫折しちゃうの。そうなんだ。笹波さん、いつも DMM 最善の私は白のワールを振りますね。白のワール振ったらなんかいろいろ飛びそう。池さん、合格して名前が発表されたらすぐおしうちわ作ろう。お、ありがとうございます、ありがとうございます。池さん、ムッシーさんに会えるのが楽しみすぎるから本当笑顔でないね。そうですね、早く会いたいですね。絶対受かって会えるように頑張ります。ポテモンさん、最後の日は19時59分までって知ってた。知ってました。そうそうそう、知ってたんですよ。昨日ね、それ知らなくて予定出しちゃって直したんですよ。そうだから最後の日は6時から8時までやります。シーシーさん、水色緑は、なおちゃん水色黄緑だから空いてたはず。お、なるほどなるほど。ゆきもさ、問題いきなさい。あ、そうだ、問題ね、問題やろうと思ってた。ちょっと待って、紫黄色味だけさつまいもから。あー、なるほどなるほどなるほど。大場さんより水色はムッシーが似合うと思います。おー、ありがとうございます。ごてつさん、ありがとうございます。ラムおじさん、焼き芋と火の赤か。なるほどなるほど。虫カツ、味噌カツ、虫カツなら。ダメです、それはダメ、食べ物はダメダメ。ゆきさん、そうなんですよ、知らなかったですよね。私もね、知らなかった。ペロペロペロさん、ポテモンさん、ナイス確認。お、よかったです、皆さん知らなくて。そうで、問題です、問題出すね、問題出そう。よしよしよし、そう、問題いきます。ててん、そう、今、そうですね、じゃあもう最後かな、時間的に。今ベッドの上にあるぬいぐるみは何個でしょう。これもなんかね、前にね、ちらっと言ったことがあるような気がする。1、4個、2、3個、3、2個です。さあどれだ。はい、投票お願いします。次の問題、死刑死亡動機とか、あ、そういうのやればよかった。そう、もう書いちゃってたんだよね、問題。死刑の死亡動機はクイズじゃなくて普通に言おう、普通に言いますね。最後の日の配信時間、そうなんですよ。そう、最後の日はちょっと8時からの女ができなかったんですよ。8時までの女です。え、ごてつさん、お、ハートとお花ありがとうございます。ありがとうございます。お花ありがとうございます。紫赤くまちゃん、そっか、皆さん待ってらっしゃるんだな。お花ありがとうございます。ありがとうございます。またあれかな、どうだろうかな。これはどうなんですよ、もうクイズではない。さすがにそんなことはしないはず、しないと思う、多分。チップ入れて2番。違うんだかな、どうかな。ひろゆきさん、今日は芸術の秋ファッション、ベレー帽をね、ちょっとかぶってみようと思ってかぶってみたんですよ。なるほどなるほどなるほど。おぉ、騙してないでしょ、全然騙してないでしょ、騙してないでしょ。あ、最後の配信は萌えゼリフ大会で、いいですねいいですね、それありかもしれない。よしよしよし。けがこれで正解がなかったら今後の応援考えないと。あります、ちゃんとある、ちゃんとありますよ。ちゃんとありますよ。ひりあきさん、似合ってます。お、ありがとうございます。部長さん、岡大門、岡大門、岡大門ファッションさん、記憶がない、記憶がないですか。よし、じゃあ終わりますよ、あと3秒ね、いきますよ。3、2、1、はい、おしまい。
よしよしよし。おお。2番が 39.7%、 1番が 31.8%、 3番が 28.5% で、2番が一番多いですね。よし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 、なるほどなるほど。よし、じゃあ正解を発表します。皆さん大正解です。正解は2番の3個でした。そう、ちなみになんかウサギのピンクのウサギのぬいぐるみとスヌーピーのぬいぐるみと、あとはイーブイのぬいぐるみがいます。よし、皆さん正解したかな。ラーメンおじさん、芸術の秋、今は冬なのを秘密にしよう。そう、めちゃくちゃそうなんですよね。結構割れてました。秀樹さん、実は全部投票できるのよね。あ、じゃ全部投票したら全問正解するじゃんね。うちさん、パチ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 。ポテモさん、僕もぬいぐるみに。お、いいですね。いい。ゆきもさん、報告全問正解しました。え、すごい。ゆきもさん、さすが。ゆきもさん、おめでとう。すごいすごいすごい。ムシマスターだね。ムシマスターに一番近いかな。全問正解の人は一番近い。おじこいたさん、当たった。おー、やった。わっしょいさん、パチパチパチ。よし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 。ひであきさん、888。おー、8888888。 FK さん、よしよしよし。なんで違うの。口癖かもしれない。よく言うね、私。 FK さん、 EV いるんです。そう、 EV いるんです。 EV なんかお休み EV みたいなやついるんですよ。ひであきさん、当たった。やったね。エゴテツさん、お花ありがとうございます。ありがとうございます。ペロペロペロッティさん、よいしょ。嘘やん、なんで急に3じゃねえんだよ。それな、そう、3でもある意味3選んだ人はムシーマスターかもしれない。でもここであえて3を出さないっていうところがムシーです。覚えておいてくださいね。エゴテツさん、お花ありがとうございます。たくさんありがとうございます。ラーメンおじさん、パンダのぬいぐるみがなくてなみなめ、ごめんなさい。でもスヌーピーパンダっぽいから、色合いが。でもさ、ゆうきんまんさん、ムシーマスター、そう、すごいですよね。全問正解。ちょっとね、ちょっと意地悪の問題も出したのにね、たくさん。エゴテツさん、お、お花ありがとうございます。ありがとうございます。愛が強いから正解だね。ふん、SKE ボックさん、そうだね、正解。愛の、そうですね、愛が強いからです。おじゃこいたさん、6問正解。おー、すごいすごいですね。6問正解、まあまあいいんじゃないですか。一見さん、ぬいぐるみの数奇数でよかった。あ、そうなんだ、よかったです。ラメおじさん、888888。シュージュさん、全く当たらないとか、もう MLA 並びます。全く当たらなかったの。よし、なるほどね。のび太さん、全何問正解したか忘れちゃった。おい、ごてつさん、あともありがとうございます。菅瀬前さん、むしました、むしました。よしさん、よし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 。えごてつさん、おお、旗ありがとうございます。ゆきまさん、ご褒美欲しい。そうだよね、ご褒美、全問正解したもんね。他に全問正解した方いないですか。よし、いくよ。何がいいかな。うん、なんて言おうかな。目印でもね、あんまり思いつかないか。ゆきんまさん、全問正解おめでとう。大好きだよ。恥ずかしい。他になんか全問正解したい人いないんですか。いないんですか。かいちゃんさん、結局3問しか。ダメだな、3問はダメダメ。それはダメダメ。まだまだだな、まだまだ、まだまだだな。これから、これからなってね、ムッシーマスターに。エゴテツさん、おハートありがとうございます。部長さん、僕のこともよしよししてください。よし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 。ポテモンさん、僕は握手会でムッシーに怒られに行きます。怒られに来るの。そうだね、だってせ会ってなかったもんね。ダメだよ、全然ダメ。もっと頑張ってもっと私のこと知ってくださいね。ウェドスターさん、ごめん、虫愛足りなかった。もっと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 愛を、もっと愛を、もっと愛をくださいね。ラムさん、2問間違えた。あー、2問か、惜しいな。惜しかった、惜しかったです。ケイさん、おー、だるまさんありがとうございます。視聴者ごとに正解率ささみ、そうですね、確かに確かに。翔太さん、これから虫ましたので、ね、エコテさん、志望動機、そう、志望動機、そうですね。ケイさんになりたかったのは、
そう、もともとレナさんが好きで、レナさんがきっかけで SKE さん知ったんですけど、そこからそうですね、アイドルになって、アイドルの動画を見て私がすごく元気づけられてたので、こんな人になりたいなと思って応募しました。そう、忖度して全問正解、全問正解、忖度しちゃダメですよ僕は虫ポイントチャンス問題当てたので、僕にも、お、ポテモンさん、さすが、さすが、初回から見てくれてたもんね、初回からかな、最初の方からいたもんね、さすが、さすがです、おめでとう、大好きでよ、大好き、ポテモンさん大好き、ペロペロペロティさん、2問始めてもっと知りたくなった、ありがとうございます、ペロペロペロティさんも知ってね、もっと知ってね、私のこと、検査菅瀬丸さん、握手会で虫クイズ、そうだね、菅瀬丸さん、そう、まだまだこれからだから、これから知って、お願いします。そう、でも皆さん頑張ってくれた、皆さん頑張ってくれたから、うん、本当はね、みんな大好きだよ、そう、意地悪、たくさん意地悪してごめんなさい、そう、本当はね、本当はみんな大好きだから、そう、わざとわざとなんか正解もう一人振りたくなくて意地悪したわけじゃないからね、全然ラーメンおじさん、ハート、ハートたくさんありがとうございます、ありがとうございます。スカセマルさん、虫マスターへの道、そうなんですよ、皆さん頑張って、一問間違えた時点で諦めてます、なるほど、いきます、それはね、ニックネームつけてもらってください、さすがですね、さすが、さすがだ、エゴテツさん、全問不正解ですかな、不正解かな、正解、本当にどっちだろう、星になっててわかんないんだよな、でも全問正解、まあでも好きです、なんかでもそうですね、でもエゴテツさん正解してくれてるはずだよね、ありがとうございます、よいしょ、すがせまるさん、アイドル性十分です、お、ありがとうございます、こういったさ、れな今でも終身メニュー一押し、わかる、わかります、めっちゃわかります、ショウタさん、ハートたくさんありがとうございます、部長さん、もっとムッシーのこと知りたいな、うん、もっとムッシーのこと知りたいな、私も知ってほしい、知ってね、私のことたくさん知ってください、ユッケさん大好きって言われた、大好きだよ、皆さん大好き、本当に大好き、そう、そう、なんか本当にこうやってたくさん私の問題こうやってわかんないのに、なんか無茶ぶりな、無茶な問題ばっかり出したのに、いっぱい答えてくれてありがとうございました、大好きです、本当に大好き、そう、これででも多分もっと知ってくれたからね、次は大丈夫なはず、また同じ問題出しますね、またじゃあ合格して、そう、お礼配信の時とかにまた出そうかな握手会でも出すから覚えといてくださいね、今日の問題、そう虫ポイント集めてください、すごしまれさん集めて、ポテモンさん、ツンの後のデレは最強です、お、よかった、お、ハートたくさんありがとうございます、ありがとうございます、アクシーさん、ムッシードSだな、ドSかな、ドSですかのび太ジャイアンさん、何問正解したか忘れたか、たくさん、そうですね、会いに来てください、そう、私も受かって絶対握手会して皆様に会うって決めてるので、会いに来てください、でもさ、ハートたくさんありがとうございます、秀明さん、ムッシーに飼い鳴らされてるか、飼い鳴らしてない飼い鳴らしてます、本当に、オーディション始まってから SKE の歌と踊りはどんな、踊りは動画すごい見てて、歌もめっちゃ聴いてます、そう、今日てか、なんかこの間ちょっと歌いに行きましたステイユーさん、おー、こんばんは、こんばんは、見に来てくれてありがとうございます、ネコテツさん、ハートたくさんありがとうございます、ペロペロペロさん、レナヒョンこそ、そうなんですよ、レナさん最高ですよね、ムードスターさん、オタの扱い方うまくなった、本当に、本当ですか、よかった、普通になんか私が楽しくなっちゃって、楽しく配信してたらなんかこういう風になってよかったです、ヘコテツさん、ハートたくさんありがとうございます、スガシマルさん、デレタイムかな、デレタイムでしたそう、でもなんか嬉しかったです、本当に皆さん結構ね、正解してくれる方もいらっしゃって、最初から言ってたやつとか結構皆さんね正解してたから、やっぱさすがだなと思いました、ありがとうございます、いつも見に来てくれてありがとう、うん、好きだよサクシムッシーさん、実は地声低いです、低くないですよ、地声これなんですよね、太鼓さん、そう、なんかね、テンション上がると余計高くなっちゃうんですよね、
ラミおじさん、はい、血液型問題よそうですね、ラミおじさん、そう、血液型問題は無言に。なおさん、こんばんは、こんばんは、見に来てくれてありがとうございます。おじゃこいたさん、さつまいものスイートポテト日替わりです。日替わり、そう、スイートポテトね、好きなんですよ。そう、ちょっと異常だったよね、さつまいもの問題、ごめんなさい。やがてさ、今度は逆にクイズを出すからね。あ、出してください、ぜひぜひぜひ、そういうのも楽しそう、頑張りますね。ささなみもさん、追試楽しみにしてるよ、その時は本名で呼ぶの。そうですね、本名で、そうだね、本名ですもんね、ちやきっと。次は本名にマスターがつくのかな。わーい、ふけさん、わーい、大好きって言われたからずっと応援するよ、ちょろっと。あー、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。ラミおじさん、無視癒されます。おー、ありがとうございます、嬉しいな。翔太さん、無視合格したら嬉しくて泣きそう。おー、ありがとうございます、私もめっちゃおずくいたさん、推しに見つからないように、そうですね、推しさんに内緒で、内緒で来てください。エスキーフカレボトさん、こんなに短時間で成長してしみじみ、おお、よかったです、よかった、よかった、ありがとうございます。部長さん、ブッシードエスやから、ドエムの僕と相性バチ、本当ですか部長さん、よかったな。でもドエスなのかな私。ペロペロペロティさん、コメのイメージが上手くなった、本当ですか、ありがとうございます。一見さん、ブッシーさんが楽しそうに配信してくれて、よかったです、ありがとうございます、本当に楽しかったです。かいちゃんさん、見てればわかる問題はさすがに正解した、さすがですね、かいちゃんさん、さすが、さすが、さすがです。ポテモンさん、ぜひ合格した時歌配信、そうですね、合格したらやります、頑張ります。ひけいさん、大好きなブッシーさんの英語、ありがとうございます、ありがとうございます。ひけいかれもとさん、ブッシーのことはお母さんが美人なのも知ってるよ、そうですね、お母さんもね、お母さん、そうなんですよね、美人さんですね。ペルペルペルティさん、本名がムッシーだったら笑う、それは面白い、それはもう、もうこのナンバーついたの奇跡ですよね、すごい持ってるね。ひけいさん、本名が山田花子でも応援するぞ、そうですね、そうですね、どんな名前なんだろう。本名薩摩イモです。でもさ、初日は途中だったけど、ムシーに会えてよかった、ありがとうございます。私も本当に皆様に会えてよかったです、よかった、ありがとう、ありがとう、大好き大好き大好き。アクシさん、大好きだけど本当ですか。のび太ちゃんやさ、ムシーに会える日が楽しみになってきた、私も楽しみです、早く会いたいな、早く会いたいです。ポテモンさん、キューキの推しはムシー確定、本当ですか、やった、ありがとうございます。 FK さん、ムーシーさんの手のひら心地よかったので、また転がしてくれるのを待ってます、本当に。よかったです、そう言ってくれると嬉しいです、ありがとうございます。翔太さん、いっぱい通えるように貯金しとく、お、ありがとうございます。あー、どう、早くね、本当に皆さんに会いたいですね。ペロペロペロチさん、え、山田花子ならどう思います、どう思う、どう思う。ヤガチチさん、また会える、絶対会えるからね、そうですよね、会えます、絶対に会える。のび太ちゃんやさ、本名オファ、え、それはそれはそれはさすがに。ひであきさん、本名武藤翔子、通称ムッシー。どうでしょう、どうでしょう。佐藤さん、あと10、そうですね、順位発表しますね。どれくらいに発表したらいいかな、スクショタイムもあった方がいいですよね、多分。とにかく合格してほしいです、ムードスターさん、とにかくありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいです、ケーキの楽しみ、お、ありがとうございます、嬉しいです。エゴテツさん、ハートありがとうございます、ありがとうございます。ユキさん、ムッシーさんの大好きな言葉が大好き、デレデレしない、ありがとうございます。ちょっとね、やっぱね、ちょっと恥ずかしくなっちゃうね、大好きとかね、なんかね。さざなみさん、合格後も今の清楚系 S のキャラで言ってほしい、本当ですか。でもね、すごい楽しく楽しくやってたらこうなっちゃったから。こんな感じでいけるかな。ポテモンさん、当てます、サイオンジレイナ、すごいすごい、なんか素敵なお名前ですね、ゴージャスなお名前。ラーメンおじさん、お披露目の時はセンターにいるように祈ってます、お、
どうなんだろうか、どうなんだろうね、どうなんですかね、楽しみですね。ワクワクしますよね。緊張するけどワクワクもします。あ、そうですね、どうしようかな。51分か、今あと9分。どうしようかな、どうしようかな。スクショタイムをするなら何分ぐらいから、55分のちょっと前ぐらいからランキング読めばいいかな。どういうこと？よいしょよいしょ。ちょっとじゃあ53分ぐらいに始め、7分前、そうだね、じゃあ53分前ぐらいにやりましょう。ファテマさん、僕たちのお嬢様、お、ありがとうございます、ありがとうございます。でもね、そんなにお嬢様、お嬢様、さなみさん、ムッシーは何か弱点はあるの？弱点、弱点どうなんだろう。でもね、結構上がり症なんですよね。緊張しいですよ。7分前にやります。ちょっと私さん、今のムッシーなら絶対合格するよ。お、ありがとうございます。お、ハートもありがとうございます。菅島さん、投げキッス。翔太さん、無視、自信持って大丈夫だよ。ありがとうございます、ありがとうございます。宮田さん、声が可愛いですね。お、ありがとうございます、ありがとうございます。おてつさんもハートたくさんありがとうございます。 SK 風カレボーダさん、この調子で最初までいける、本当にいけるかな。よし、頑張ります。よし、じゃあそろそろランキングをね、読んでいきたいと思います。よし、ランキング読んでいきたいと思います。いきますね。それではまずは13位から読んでいきます。いきますよ。13位、マーバさんです。ありがとうございます、ありがとうございます、いつもありがとうございます。そして12位がラーメンおじさんです。ありがとうございます、ありがとうございます、本当にいつもありがとうございます。11位がペロペロペロッティさんです。ありがとうございます、いつもありがとうございます。と、そしてトップ10、10位が熊左衛門さんです。ありがとうございます、いつもありがとうございます、ありがとうございます。そして第9位がアイアムノットクールさんです。ありがとうございます、ありがとうございます、いつもありがとうございます。そして第8位がヨシキレッドさんです。ありがとうございます、ありがとうございます、いつもありがとうございます。そして第7位7がマツビーさんです。ありがとうございます、いつもありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そして第6位がのび太ジャイアンさんです。ありがとうございます、いつもありがとうございます、ありがとうございます。そして第5位がドムードスターさんです。ありがとうございます、いつもありがとうございます、本当にありがとうございます。よいしょ。そして第4位です。第4位がかいちゃんさんです。ありがとうございます、かいちゃんさん、ありがとうございます、いつもありがとうございます。そしてトップ3です。トップ3発表していきます。第3位、たか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 たん、わっしょいさんです。ありがとうございます、いつもありがとうございます、本当にありがとうございます。わっしょいさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして第2位です。たか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 たん、エゴテツさんです。エゴテツさんです、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、いつも本当にありがとうございます。そして第1位です。たか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 たん、 F ケンさんです。 F ケンさんです、ありがとうございます、いつも本当にありがとうございます、ありがとうございます。よいしょ、ありがとうございます。違っちゃった。よいしょ。皆さん本当にありがとうございます。なんか本当にいろいろ星だけ、星とかだけじゃなくて、コメントもたくさんありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。
ふっけんさん、大好きな虫さん、今日も配信ありがためなので講習気をつけて、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さん本当にありがとうございます。そうですね、なんかこうやって星とか投げてくれるのも、コメントしてくれるのもすごく嬉しいです。いつもなんか励みになってます。クイズ盛り上がったの、そうですね、皆さん答えて、そうクイズにも答えてくれてありがとうございました。意地悪な問題も多かったけど答えてくれてありがとうございました。嫌いにならないでね。翔太さん、今日の配信もあっという間、そうなんですよ、あっという間でした。アクシスさん、ムッシー、俺は明日からも頑張れる、おー、よかったです、ありがとうございます。ゲサムシーさんの配信もあと2日、そうなんです、あと2日です、オーディション期間中はあと2日です。でも多分まだきっと会える、まだたくさん配信できると信じて頑張ります。モドスタさん、チームムシーずっと応援してます、ありがとうございます、ありがとうございます。とてもさ、ムシクイズ楽しかった、ありがとうございます。カイチャさん、今日も楽しかった、ありがとうございます、ありがとうございます。意地悪、意地悪してね。意地悪ね、みんなよろしかったのかな。よし、じゃあスクショタイム、スクショタイム行きたいと思います。あと少しですがやっていきます。よいしょ、そう今日はねこれでいこうと思って、シャキーン、シャキーンください、シャキーン。ほっぺに指刺さってる、ほっぺに指刺さってんじゃないですよこれ。ハート、ハート、指ハートしようかな、こういうやつなんかありますよね。うまくできてる。なんかあんまり上手じゃない、やっぱこっちだな。そう、皆さん少しミュシャってなんかあるかな。それそうなんですよね、不慣れなんですよ。よし、じゃあでももうそろそろキス顔。よし、じゃあもうそろそろ終わりかな。よし、皆さん本当に今日もありがとうございました。見に来てくれて、コメントもいいねもたくさん、ありがいいねなんかありがとうございます、星もたくさんありがとうございました。以上、本当にありがとうございました、皆さんありがとうございました、とっても楽しかったです、また明日、また明日、ありがとうございました、本当にたくさんありがとうございました、ありがとうございました。